ゴットフリード・リンダワーゴットフリード・リンダワーは当時、オーストリア帝国のハントであった、ボヘミア生まれで、ニュージーランドへ移住し活躍した画家である。マオリ人の肖像画などを描いた。現在のチェコのプルゼニに、庭師の息子に生まれた。庭師としての教育を受けたが、絵に天文を示し、16歳の時、ウィーンに出て、ウィーン美術アカデミーに入学し、宗教的なテーマを得意とする。 レオポルト・クーペル・ビーザーやヨーゼフ・フォン・フューリッヒに学んだ。1862年に卒業し、プルゼニに戻ったが、プルゼニでは仕事がなく、当時オーストリア領であったガリツヤやロシアへも旅して、教会の装飾画などを描いた。オーストリア国民軍に召集されるのを嫌って1874年に国外へ出て、船でニュージーランドに渡り、 はじめ南東のネルソンで生活を始めた。はじめはネルソンで写真家として働き、ウェリントンでも写真家として働いたが、1876年にオークランドに移り、実業家のパートリッチと知り合い、パートリッチに人物が特にマオリ人を描いた肖像画が気に入られ、パートリッチの公演で1877年にウェリントンで最初の展覧会を開くことができた。 その後ニュージーランド各地で作品を制作した。オーストラリアも訪れた。1879年に最初の結婚をするが、1880年に妻が亡くなった。1881年にニュージーランドの市民権を得た。1885年に再婚し二人の子供ができた。1886年にロンドンで開かれた植民地インド博覧会にも、 絵画を出品した。1904年のセントルイス万国博覧会にも作品が展示され入賞した。博物学にも興味を持ち、プラハの博物館にキーウィの標本を送り、民族学的な標本をプラハの博物学者のバーツラフ・フリッシュに送った。1901年に世界を旅し、多くの旅行記を書いたヨセフ・コジェンスキーもリンダウアーを訪ねた。1907年に ブルゼニア・プラハを旅し、1911年から1914年はヨーロッパに滞在した。1916年に視力の衰えから絵を描くのを止め、1926年にニュージーランドのウッドビルで亡くなった。ありがとうございます。